に必ず必要な成分ですが、不足しやすい栄養素の一つであるカルシウム。骨や歯の形成に必要な栄養素であるカルシウムを積極的に摂取しましょう。では、私たちの体にカルシウムの摂取が必要な時期はいつですか？子どもや青少年期。カルシウムの積極的な摂取が必要な妊婦と授乳期の女性。骨密度が下がり始める30代以降。骨が弱くなりやすい中高年、高齢者層、特に更年期の女性。このように子どもから高齢者まで全ての年齢層に大切なカルシウム摂取。日常生活の食事だけでは不足なら、アトミチュアブルカルシウムをお楽しみください。牛乳を遠心分離してカルシウムだけを取り出した体に吸収されやすい乳製カルシウム。カルシウムの吸収を助けるビタミン D と、骨や歯の形成に必要なマグネシウムを主原料として、骨の健康とカルシウムの吸収を考えて、カルシウムとマグネシウムを2対1の割合で配合。そこにリジン、フラクトオリゴ糖、ポリガンマグルタミン酸などさまざまな副原料まで加わり、健やかな毎日をサポートします。甘くて食べやすいミルク味のカルシウムで、子どもから大人まで手軽に食べられるカルシウムサプリ、アトミチュアブルカルシウム。